星の王子様、アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ。後編。王子が地球に降り立った場所は砂漠だった。そして人っ子一人見当たらないことに随分びっくりしたのだそうだ。ひょっとして違う星に来ちゃったのかな。心配になったその時、月色をしたリングが砂の中でうごめいた。やあ、こんばんは。こんばんは。ここはなんていう星？地球だ。ここはアフリカだよ。よかった。だったら地球には人はいないの？ここは砂漠だからな。砂漠に住む人間はいない。地球は大きいからね。君はどこから来たんだね？ちょうど僕たちの真上にあるあの星。でもすっごく遠いんだ。ほう、美しい星だ。僕思うんだけどさ、お星様がキラキラするのってみんなが自分の星を見つけられるようにするためじゃないのかな。面白いこと言うな。ところで君はここへは何をしに？僕ね、お花とちょっといろいろあってさ、自分の星を出たくなったんだ。ふむ、君って面白いね。指みたいに細くってさ。だが王の指などよりもずっと強いぞ。そんなわけないよ。足だってないじゃない。旅をすることもできないね。だが船を使うよりもさらに遠くへと君を連れて行くことができるぞ。蛇はそう言うと、小さな王子のくるぶしに巻きついた。まるで金のブレスレットのようだった。私は触れたものすべてを母なる大地に返すことができる。だが君は他の星からやってきたのだから。君が哀れだ。この冷たい星でこんなにも小さな君が。もしも故郷があまりに恋しくなった時は助けてあげられるぜ。私が。そう、覚えておくよ。うむ。ねえ、どうしてそんな謎めいたことばかり言うの？謎はすべて私が解くからさ。そして王子様は砂漠を横切り、一本の道にたどり着いた。そこにはバラの花がたくさん咲いている庭があった。ああ！王子様はとても悲しい気持ちになった。彼の花はかつて自分はこの世にたった一本しかない花なのだと彼に言ったことがある。ところがどうだろう。ここでは5000本もあろうかというバラの花が咲き誇っている。彼女がっかりするだろうな。もしこの庭を見たら、ものすごく咳をして、決まり悪さから逃げるために、死んだふりだってするかもしれない。僕は世界にたった一本しかない花を持っていると信じていたのに、
実はどこにでも咲いているありふれたバラを一本持っているに過ぎなかった。こんな僕じゃ立派な王子になれないよ。そして彼は草むらに突っ伏して泣いた。その時一匹の狐が現れた。こんにちは。こんにちは。わ、君は誰？かわいいね。オイラは狐だよ。こっちに来て一緒に遊んでよ。僕、今、とっても悲しいんだ。君とは遊べないな。だって、まだオイラは君に懐いてないんだもの。あ、え？懐く？君はこの辺の子じゃないね。何を探してるの？僕、人間を探してるんだ。お友達を作りたくて。人間か。あいつらは銃を持ってて狩りをするんだ。まったく迷惑な話だよ。ただあいつらは鶏も飼ってる。あいつらのいいところはそれだけ。君も鶏が欲しいのかい？違うよ。僕が欲しいのは友達だよ。ねえ、懐くってどういう意味なの？それはね、絆を作るってことなんだ。絆を作る？今の君はオイラにとって世界中にたくさんいる少年と変わらない、ただの男の子に過ぎない。オイラも君にとってそこらにたくさんいる狐と変わらない、一匹の狐に過ぎない。だけど、もしオイラと君が仲良しになったら、二人はお互いに必要とし合うんだ。君はオイラにとって世界で唯一の存在になるんだよ。そっか、なんだか僕分かってきたよ。一輪の花があってね、僕はきっとそのお花に懐いていたんだ。あるある、この地球じゃ何だってありだからね。この地球での話じゃないよ。他の星での話かい？その星にはカリウトはいるの？いないよ。いいね。じゃあ、鶏は？いないよ。オーマイガッド。うまくいかないもんだな。オイラの今の暮らしはさ、単調そのものなんだよ。オイラが鶏を追いかける。そして、人間がオイラを追いかける。毎日ずっとその繰り返し。だから、ちょっと退屈してるってわけさ。でももし、オイラと君が仲良しになったら、オイラの世界はパッとお月様が当たったみたいになるだろうな。君の足音が聞こえたら、まるで音楽に誘われるように巣穴から出ていく。小麦が金色に実るたびに、君の金色の髪を思い出す。小麦畑を渡る風の音だってきっと好きになる。ねえ、もし君が本当に友達が欲しいのなら、オイラを懐かせてくれないか？どうすればいいの？それにはちょっと時間がかかるな。忍耐強くなきゃダメだね。
まず最初のうちはね、オイラと君は少し離れた場所に座るんだ。何も話しかけちゃダメだよ。言葉というものが誤解を招く原因なんだ。でもね、毎日ほんの少しずつ近くに座れるようになる。そして次の日、また王子様はやってきた。すると狐はちょっと残念そうに苦笑した。毎日同じ時間に来てくれたら、オイラはもっと嬉しいな。え？例えば、午後4時に君がやってくるとすれば、オイラは3時頃にはもうワクワクしちゃうよ。君が来る時刻が近づけば近づくほど嬉しくなっちゃうんだ。だけど、もし君が決まった時間に来なければ、心の準備ができなくなっちまう。習慣づけってやつはね、結構大事なんだ。習慣づけって何？習慣があるからこそ、特別な時間が生まれるんだ。例えば狩人たちは、木曜になると狩りを休んで踊るのさ。だから、木曜は素晴らしい日なんだ。オイラも気軽に散歩できるしね。でももし、狩人たちが日を決めずに踊れば、オイラが休める日なんてできないんだよ。そっか。うん、わかったよ。こうして、長い時間をかけて、王子様と狐は、友情という絆で結ばれたのだった。そして数ヶ月が経ち、別れの時が近づいてきた。ああ、君ともお別れか。オイラ、泣いちゃいそうだよ。それは君のせいだよ。僕、君を悲しませるつもりなんてなかったもの。けど、君は僕に懐いてしまった。そりゃそうさ。でも、君は泣くの？そりゃそうさ。じゃあ、いいことなんてなかったじゃないか。あったさ。金色の小麦畑。あ、ねえ、もう一度バラたちに会いに行ってごらんよ。そうすれば君のバラが世界にたった一輪のバラだってわかるよ。その後でオイラにさよならを言いにまた戻っておいで。その時ある秘密を教えてあげるよ。そうして王子様はもう一度、5000本のバラたちに会いに行った。そのバラたちは、前とは少し違って見えた。そっか。ここにあるバラは、僕のバラとは全然違うんだ。僕にとっては、何の思い入れもないバラだもの。お友達になる前の狐と同じなんだ。僕のお花だって、通りすがりの人にとっては、きっとただのバラにしか見えないんだ。それでも、僕にとっては大事な存在なんだ。だって、僕がお水をあげた花だもの。それから彼は、狐のところへ戻った。お別れだね。お別れだ。さあ、これがオイラの秘密。簡単なことさ。大事なものは、心で見るんだ。
事なものは目では見えない。大事なものは目では見えない。君のバラがそんなに大事になったのは、君がそのバラのために時間を使ったからだよ。絶対に忘れちゃいけないよ。時間をかけて仲良しになった相手に対して、君は責任を持たなきゃいけないんだ。君にはバラを守る責任があるんだ。僕は僕のバラに責任がある。そんな風に王子様の話を聞いていくうちに、いつしか8日目を迎えていた。相変わらず飛行機の修理は終わらず、飲み水も底をついていた。ねえ、君の思い出話はとっても面白いけど、もうやめにしないか？水がもう空っぽで大変な状態なんだ。もうすぐ僕たち死んじゃうかもしれない。たとえ死にそうでも、お友達がいるってことはいいことだよ。僕、キツネと友達になれてすごく嬉しかったんだ。王子様には危険というものがわからないんだ。お腹が空いたこともなければ、喉が渇いたこともなかったんだろう。僕だって喉がカラカラさ。井戸を探しに行こうよ。僕はくたびれているふりをした。砂漠をあてもなく井戸を探しに行くなんて馬鹿げたことだと思ったからだ。それでも僕たちは歩き出した。君も喉が渇いているのかい？お水も心にいいのかもね。あのね、星が綺麗なのは目に見えない花があるからなんだよ。そうだったね。砂漠もそう。とっても綺麗だね。それは本当だと思った。僕はいつだって砂漠が好きだった。砂漠では何も見えず、何も聞こえないのに、何かが静かに輝いている。そんな気がする。あのね、砂漠が綺麗なのはね。うん。どこかに井戸を隠しているからなんだよ。それを聞いて、砂漠の持つ輝きの理由が分かった気がした。ずっと昔、僕が子供の頃に住んでいた家には、宝物が埋まっているっていう言い伝えがあったんだ。もちろん、誰もそれを見つけていない。それでも、その宝物は子供の僕にとって、家中を魔法でいっぱいにしていた。家は、その奥に秘密を隠していたのだから。歩き回ってたどり着いた井戸は、サハラ砂漠にあるものとは違っていた。普通、砂漠の井戸は砂の中に掘られた単なる穴でしかない。それなのに、この井戸はというと、村にあるものみたいだった。不思議だ。桶に滑車にロープ。全部揃ってる。ねえ、聞こえる？僕たちが井戸を目覚めさせたから、井戸が歌っているよ。うん、綺麗な音だ。あ、僕が水を汲むよ。君には重すぎるから。ロープを引っ張ると、滑車がカラカラと音を奏でる。僕はゆっくりと
桶を井戸の縁まで持ち上げ、王子様と二人ですくって飲んだ。ごくごくごく、ぶわー、うまい。その水はただの飲み水とは全く違うものだった。星空の下を歩き続け、滑車の歌を聴きながら力仕事をして得た水。まるで祝宴のように甘美な一時だった。こんなうまい水は飲んだことがない。うん、心にしみるお水だね。はは、クリスマスの贈り物みたいな水だ。あのね、この星の人たちは一つの庭で5000本ものバラを育ててる。でも探しているものは、その気になれば1本のバラやほんのわずかのお水の中にあったりするんだ。大事なものは目には見えない。心で探さないといけないんだ。大事なものは目には見えない。いつの間にか王子様が眠ってしまったので、僕は彼を腕に抱きかかえる。王子様の白い額を、閉じられた瞳を、そして風になびく髪を見つめて思った。そっか、こうして見ているものだって外側だけなんだね。何より大事なものは目には見えないんだ。王子様の言葉に心が打たれるのは、きっと王子様が一つの花を大切に思っているから。バラの面影こそがこの子の中でランプの炎みたいに輝いている。翌朝、蜂蜜色に輝く砂漠の夜明けを見ながら、僕は幸せな気持ちで満たされていた。ねえ、約束守ってね。やあ、起きたのかい？約束？何の？羊の口輪だよ。僕はあの花に責任があるから。そこで僕は口輪の絵を描いた。そして絵を手渡しながら、なぜだか胸が詰まった。あのね、ん？僕が地球に降りてから明日で1年なんだよ。へえ。僕はちょうどこの辺りに落ちてきたんだ。じゃあ1週間前に君がたった一人でここを歩いていたのは偶然じゃないんだね。降りてきた場所に戻ろうとしていたんだ。うん。そっか、きっと記念日だったからなんだね。さあ、君はもう働かなくちゃいけないよ。飛行機の場所に戻るんだ。僕はここで君を待っているから、明日の夕方にまた来てね。僕はなぜだか不安で仕方なかった。キツネのことを思い出していた。人は仲良しになるとちょっぴり泣きたくなってしまうのかもしれない。次の日の夕方、僕が井戸に帰ってくると、王子様が誰かと話しているのが遠くの方から見て取れた。じゃあ君は覚えてないの？正確にはここじゃないよ。うん、日付は今日で合ってるよ。
それはいいんだ。ただ、場所が違うだけ。そうそう。砂に残った僕の足跡を見て、そこで待っててね。今夜、そこに行くから。誰と話しているんだろう。王子様の他には、誰も見えないし、誰の声も聞こえない。それなのに、彼はまた言った。君は強い毒を持っているよね。僕は、そう長いこと苦しまなくてもいいんだね。え？さあ、もうあっちへ行ってよ。その時、僕は彼の足元に目をやった。そして飛び上がった。そこには、王子様に向かって鎌首を持ち上げている一匹の黄色い蛇がいた。それは30秒もあれば人間をあの世に送ってくれる毒蛇だった。一体どうしたんだ？蛇なんかと話をするなんて。お帰りなさい。君の飛行機の足りなかった部品見つかったんでしょ？嬉しいよ。これでお家に帰れるね。どうしてそのことを知ってるんだい？まさに今、諦めかけていた修理がうまくいったことを君に報告しようと思っていたところなんだよ。僕も今日お家に帰るよ。君の家よりずっと遠くて、帰るのはずっと難しいけれど。僕には君が描いてくれた羊がいる。羊のための箱もある。それに、口輪だって。今までね、ちょっとだけ怖かったんだ。でも、今夜は、もっと、もっと、怖いんだろうな。僕は、取り返しのつかないことが起こりそうな気がして、身も凍る思いがした。もう二度と、この笑い声を聞けなくなるなんて、考えるだけで耐えられなかった。その笑い声は僕にとって、砂漠で見つけた泉のようなものだったから。あのね、今夜でちょうど一年なんだ。そして、僕の星は今夜、去年僕が降りてきた場所のちょうど真上にやってくるんだよ。ねえ、さっきの蛇との話は全部悪い夢を見ているだけだよね。違うかい？大事なことはね、目に見えないんだ。花の場合と一緒だよ。もし君がどこかの星に咲く一輪の花を好きになったら、夜空を見上げるのがとても楽しくなる。だって、すべての星で花が咲いているように思えるもの。その通りだ。水だって同じだよ。君が僕に飲ませてくれた水は、滑車やロープの歌のおかげで、まるで音楽を聴いているみたいだった。覚えてる？あれはとっても美味しかった。ああ、そうだった。ねえ、夜になったら星を見上げてごらんよ。僕の星は小さすぎて、正確な場所を教えてあげられないけど。でも、その方がいいんだ。君にとって、僕の星は、すべての星のうちの一つなんだ。だから君は、どんな星でも見るのが楽しくなるね。僕は君に一つ贈り物をするね。君が星を見上げたら、僕はそのどれか一つに住んでいるから、そのどれか一つで
僕は笑ってるから。君には星が全部笑っていることになる。君には笑う星たちをあげるんだ。嫌だよ。そんなこと言わないでくれ。あのね、今夜僕は帰っちゃうけど、見送りには来ないでね。嫌だ。僕は君のそばを離れないよ。僕はきっと痛がっているように見えるだろう。死んでしまったように見えるだろう。でも仕方がないんだ。だからそんなものを見に来ないでね。必要ないんだから。僕は君のそばを離れない。僕がこんなこと言うのはね、蛇のせいでもあるんだ。君を噛むといけないでしょ？蛇は意地悪だからね。ふざけて噛んでしまうことだってあるかもしれない。やめてくれよ、そんなことを言うのは。絶対に離れないよ、僕は。ん？そっか。蛇が二度目に噛むときは、もう毒はないんだっけ？そしてその夜、僕は彼が出て行ったことに気づかなかった。音も立てずにいなくなってしまっていた。僕がようやく追いついたとき、彼は覚悟を決めたように、急ぎ足で歩いていた。あ、君、来たの？来ない方がよかったのに。きっと悲しい思いをすると思うよ。僕は死んでしまったようになるんだ。わかるでしょ？僕の星は遠すぎるんだ。だから、僕はこの体を持ってはいけないんだ。重すぎるから。でもそれは残された古い果物の皮のようなものだよ。古い皮なんて悲しくもなんともないでしょ？嫌だ。ねえ、素敵なことが起きるんだよ。僕だって星を見上げるんだ。すべての星には錆びついた滑車のついてる井戸があるんだ。そしてすべての星が僕に水を飲ませてくれるんだ。楽しいだろうな。君は5億の鈴を持つようになって、僕が5億の泉を持てる。なんて。あのね、僕の花に僕は責任があるんだ。本当にか弱いんだ。それにとても無邪気なんだ。自分を守るものといったら4つのトゲ以外何も持ってない。だからね、僕は行かなきゃいけないんだ。ただそれだけ。言いたいことはもうないよ。さあ。彼はまた少しためらって、それから立ち上がった。彼のくるぶしのあたりで黄色い光がきらめいた。そして蛇が彼の手に口づけをする。彼は叫び声も上げなかった。それから一本の木が倒れるように、彼はゆっくり倒れた。音さえ立てなかった。砂の上だったから。あれから6年、僕はこれまで誰にもこの話をしなかった。ただ
王子様が自分の星に帰っていったということを僕は確信している。なぜなら次の日の朝、彼の体はどこにも見当たらなかったから。そして僕は夜、星たちの奏でる音に耳を澄ますのが好きになった。それはまるで5億の鈴が鳴り響いているように思えたから。でもちょっと気になることがある。羊の口輪に僕は革紐をかき忘れてしまったのだ。きっと彼は羊をつなぐことはできなかったに違いない。だから気になるんだ。彼の星で一体何が起こっただろう。羊が花を食べてしまったかもしれない。するとどうだろう。星たちは皆涙に暮れるんだ。それは本当に不思議なことだ。空を見上げてごらん。そして彼の星のことを考えてみてほしい。そうすれば世界が一変するのがわかるだろう。